JFND の、大規模言語モデルと21世紀の言語教育観による、世界第二言語の習得ですね、はい、このコースに参加の皆さんこんにちは、はい、このビデオでは、チャット GPT の、アカウントを持ってない人のために、そのアカウントを作るところをやってみたいと思います。もうすでにチャット GPT のアカウントを持っている人は、これ見なくていいです、はい、多分5分ぐらいで終わるんじゃないですかね、はい、じゃあちょっとここからやってみたいと思います、うん、あれ、はい、もう僕ねすでにアカウントを持っているのでこれやるのすごく久しぶりなので もしね途中ですいません何か引っかかってしまったら、あらかじめお詫びします、はい、まずね今、このここですね、アドレスバーのところですね、アドレスバーのところにチャット .open.ai と書きます。チャット .open もうありますね、はいはい、ここに書いてありますね。あ、そうかそうか、はい、すいません、さっきちょっと言うの間違えたかもしれませんが、チャット .openai.com ですね、はい、これでやってみましょう、はい、うん、はい、そうするとこういう画面が出てきますね、はい、でここでじゃあチャット GPT っていうのをもう早速開けてみましょう。これでいいはず、はい、はい、それでですね、もうここで僕の場合はもうすでにアカウントを持っているから普通はログインに行くんですけど、今日は初めてアカウントを作る人のためにサインアップというのをちょっとやってみたいと思います。はい。で、これがクリエイトやアカウントですからね、アカウントを持ってない人のためのところです。こちらを持っている人は、Google とかね、Microsoft とか Apple のアカウントを持っている人は、ここから行けばいいと思いますし、メールアドレス、何かね、使いたい人は、ここから入るのもいいと思います。はい、でそうすると、まあ適当にパスワードを決めなければいけませんね。はい、なんかこんなふうに、こんなのをやってみましたが、はい、それでコンティニューいってみましょう。Verify your email。 あ、そう来るのか。そう来るんですね、はい、なのでちょっと今メールアドレスを送ったところにその、このメールアドレスが嘘ではないですよということを証明しなければいけないわけですね。でそこにリンクが来ているのでそのリンクを開くとチャット GPT のアカウントを作ることができる、ということだったと思います、はい、そうですね。じゃあとりあえずここまででいいかな。じゃあ1本目のビデオはここまでとします。はい、その次のビデオではですね、カスタム指示ということについて、お話をしてみたいと思います。